FC バイオンズラテーモラフツェは、スロバキアニトラケンズラテーモラフツェのサッカーチーム。2018から19シーズンは、ホルトゥナリーガに所属している。スタディオン FC バイオン設立は1995年1月22日。その後2004年までは、地域リーグに在籍していた。2004年にはに、リーガに、昇格。 2006から07シーズンにはソルゴンリーガに昇格し、さらに FC、セネツアを4から0で下しスロベンスキー・ポハールを制覇した。これによって UEFA カップ2007から08に参戦した。UEFA カップでの初試合は2007年7月19日のホームゲーム FC ・アルマータ戦で3-1の勝利を収めた。8月2日のアルマータ戦は1-1の引き分けとなり、 二次予選に進出した。なし中、選手の国籍表記は、フィファの定めた、代表資格ルールに基づく。アウト中、選手の国籍表記は、フィファの定めた、代表資格ルールに基づく。ピエフェという、名の有志組織を有している。FC はンズラテーモラフツェ B は4、リーガ西に所属する、リザーブチームである。監督、トマーシュ・カズオール家中、選手の国籍表記は、 FIFA の定めた代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。